今なんかゲームの準備してる。今ゲームのなんかゲーム撮るって言ってるよね。ゲームの録画みたいなって撮ってるね。暇なんでいたずらしてみたい。カンタめちゃくちゃなグミ途中で食いかけの状態でソファにめちゃくちゃ落ちてるんですよ。それ全然別に怒ってないんですけど、カシャカシャやってるわ。ちょっと僕もね、ああやって大体全然飲みかけ置くし、別に全然あの後も飲むんですけど、ちょっとアロンアルファ止めとこうかなと。中のコロロには被害はないから、これで置いときたいと思います。ちょっといつ来るか分かんないんで、ちょっとちょうどいいタイミングでカメラ回せるかわかんないんですけど、まあさすがに騒ぐと思うんで、なんかそれで、ね、サムライズ撮った。いつ来るか分かんないんで、カメラはお待ちしてないですけど、多分今日中、今日か明日ぐらいに食べると思う。そのタイミングで回せたら回します。柿の種どっちは？柿の種派ですね。じゃあこのおせんべい派？はい。気が合う、ね、ピーナッツ派なの。はい。ピーナッツ派じゃない。違います。じゃあもう本当お前がいたらもう何の、私柿の種食ってないんですよ。いや俺にとって柿の種はピーナッツなの。いやそれピーナッツです。いやそうだけどピーナッツ食ってますよ。いやでもピーナッツのだけ売ってるやつよりもこれに入ってるピーナッツの方がうまいの。これ、今回、じゃあ、お前の報酬。あ、ありがとうございます。柿の種。はい。柿何？え？めちゃくちゃ指に接着剤ついてるんだけど。お前の指に？とんでもないことになったよ。指が？指すごいことになったよ今。今？え？開いてない？開いてよ。うざ。
ねえ、閉じようとしてたってこと？そうそう、一生開かないようにしようと思ったんだけど、お前が思ったよりもその絵を手に取るのが早くて、固まる前に。いや、指すごくなってるよ。いや、俺もお前が思ったより早かったから、携帯取ることになったから。ちょっと触ってみなって。やだよ。じゃあ指すごいことになってんだって。ここだって。そこは触りたくない。え、触りないよ。臭くなる、手が臭くなるとかじゃなくて、普通にくせえ。うわマジで。ちょっと待って、これグミには何もしてないよね。はい、グミ、新しいグミ。いや、グミに何もしてないけどね。恐怖症だよ。ああ、大丈夫。思ったより固まってなかったな、まだ。こうやってつけたの？別にお前が食いかけのやつが落ちたから、その空いてるところに接着剤つけてるだけなんだけど。意外とくっつかない素材なのかな、分からん。いや、あとめっちゃすぐ来るよ。俺だってガム好きだもん。ガムじゃん、お前が好きなの。急にガム好きになってるじゃん。好きなんだよガム。ガムですね。じゃあ俺も一個ちょうだい。ちょっと食べちゃった。肩についてる。肩に止まってる。肩に止まってたわ、うん、本当だ、肩に止まってた。お、今すごいいい絵だった気がする。消えたやつ俺食うのめっちゃうまい。あ、そうそうそう。え、うまいのめちゃくちゃ。いくよ。それは無理。いくよ。いや、本当なの。怒られちゃうよ。え、ちゃんと食べればいいわけだ。うん、確かに、ちょっと状態じゃん。え、あの、バスケやってたから、うん、キャッチがねふわってくれると。俺も高校の時これよくやってたの。高い分には大丈夫なの。オッケーオッケー、行くよ。手で取ってるじゃん。うん、うわって口の方に。はい、行きます。開けて。あ、でも俺がしたことってこういうことか、もしかして。ちょっと開けて。あ、めっちゃ腹立つ。開けるよ。開けて。あ、こっちじゃないです。あっちです。こっち開けて。いいよ、はい、いいよ。じゃあ入れないんだよ、この大きさだと。 ありがとう。いらんよ。そうだ、忘れてた、やべえ。リビング今すごいと思ってる。ちょっと早くしよう。早く。早く、ちょっと。すいません、ちょっと。やばい。めっちゃ腹立つ。え？何？ちょ、やばい。顔がやばい。誰かいませんか？ちょっと開けて。半分で開けて。あー、足冷たくて気持ちいい。いけると思う。家バレる。ダメなの？ダメなの？ダメなの？家バレるわ、あんな。本気出したらいけないかな。あ、いけんじゃないですか。はい。一本目の動画いいよ。ちょっと一本目の動画いい。
に言えばあれかよ。いや俺だよ。でもあると食べちゃったりするからなんかあんじゃん。いやもう分かるけどってもない。まあそこ以外でやってもいいから。だってさ、六本木のさ、ヒルズの近くにあるケバブ屋さんじゃん、うん、あそこだけしかなくて周りからケバブ好きが集まるなら分かるじゃん。確かに確かに。こっちにもあるし、探せばもっとあるし。マックみたいな感じであるってことだよね。ケバブ屋さんそんないっぱいあって、そんな重要なんですか。すごいなって思って。ケバブ屋さんの謎なの俺の中で。はいはい。ケバブ屋さんって実はめちゃくちゃいいとこにいっぱいあるっていう。普通に理由は知りたい。ケバブ嫌いな人は見たことないけど、ケバブ一番好きって人も見たことない。行く人はいないからね。昼飯何がいいって聞いてケバブって言ったらちょっとなんか、ってなるし。そう。はい、はい。ケバブそんな食うかねって。でもね、なんか潰れたりするの見たことない。見たことないんだよ。どうなの。ケバブ屋さん、ぜひ教えてください。ケバブ屋さんがいたらぜひ教えてください。どうしてケバブはね、いいところに店。でも美味しいから。いや、美味しいんだよね、うん、まああとあれか、すごいあのぐるぐる回るのが食欲とか、あのあれはだからいいところに置かなきゃいけないんだ。確かに、あれはめちゃくちゃお客さん寄ってくるのかもね。確かに。ケバブ屋さん謎でした。はい。